The point is not point The point is poet みなさんこんばんはキャスポスメイン MC もてやまさきみです8月10日から14日深夜にわたる動画投票へのご協力ありがとうございました本日は ポイトリースラムジャパンキャスポス大会決勝戦です7月から開催してまいりました本大会もいよいよ最終決戦となりますご来場の皆様にはぜひ最後まで楽しんでいただきたいと思っております何卒よろしくお願いいたしますポイトリースラムは参加している皆さん 一人一人のお力で作り上げていくものです。どうぞ最後までお楽しみください。それでは、ポエトリースラムジャパンキャスポス大会、決勝戦、スタートです。ベストポエットネバーウィン決勝戦、A ブロック先行は、第1回予選大会からの決勝進出者、静岡県、 花咲俊幸さんです。それでは、先行、花咲俊幸さんのパフォーマンス。スタートペラッペラな僕の歌。僕の中にあなたがいたから、ここまで歩いてこれました。一人でいてもラブソングは生まれることを知りました。 それは大切なことだから忘れないように下手くそでも構わない歌にしようと決めました詩を書いていたら初めて自然に借り物じゃない僕だけのメロディ途切れずに響きました今を逃したなら二度と会えないよなそんな気がするそれは嫌だ会いに行こうと決めました 7年前、ここで途切れたままの物語をきちんと終わらせようと思う。いつまでも立ち上げたままのフォルダー。その分のスペースは今一緒にいる大切な人に使うべきだから。その後の天末はよくある話で。翌日幼馴染のサロンに行くと早々に手紙を渡そうとしていた子の結婚を知らされ、そこで話はおしまい。 引っ込めた手紙はしばらく放置して、冷静になった頃に読み返してみたら、そりゃあひどいもんだったから、そこで迷わず捨てた。当時話題だった映画を家で見て、この映画のように、もしも10年経ってまだ、お互いが一人でいたら、そんな話になったんだ。それに対して、なんて答えたかすら覚えていないくせに、そんな先のない台詞が出た状況すら忘れているくせに、 約束らしき何かだけを一人歩きさせていた。こんな適当人間が仮に会えていたところで、今に輪をかけて未熟だった自分は何が言えたと言うのだろう。その場面すら幻だったのかすら今は思う。これを書き出した当時で10年、そこから今でプラス7年、半世に近い昔はもはやおとぎ話のようなもの。約束の真相は確かめようもないし、確かめるべきではない。 だから、イタリア、ドーモでの再会どころか、面と向かうこともなく、ここにひっそりと置いておく。生まれて初めて誰かに向けて最後まで書いた詩は、悲しいくらいにペラペラで僕らしいでしょう。それを生まれて初めてリリックを書こうとした時に、最初に横で見てたあなたに当てる。当てるけれどあなたに届けとは思っていない。届くなとすら思う。ただ、ただ、あなたが幸せになっていてほしい。 あなた以外のあなたを取り巻く世界に届け。僕の中に闘いたからここまで歩いてこれました。一人でいてもらう尊が歌えることを知りました。以上です。以上。先行、静岡県。 花崎敏之さんのパフォーマンスでした。ありがとうございました。A ブロック、高校は第2回予選大会からの決勝進出者、沖縄県ずんやまずんこさんです。それでは、高校ずんやまずんこさんのパフォーマンス、スタート。夏と贈呈式。 水面に輝く新気楼、アスファルトに反射した喧騒。流行りのパンケーキにかじりつきながらタピオカをすすり、SNS に愚痴をこぼす。同じ顔をした学校帰りの女子高生と、満員電車に揺られながらスマホに延々と相談を持ちかけている囚人と化したサラリーマン。かろうじて息をする彼らに、梅のような腹びらを捧げよう。 体と共に宙を舞う。あの色実の愛しき寒日桜。今宵妄想現実世界の深海に酔う。幻想が作り上げた四畳半ワンルーム。疑似的な日常生活に自らを陶酔させ、人間という獣たちを目下に置きながら、あなたと私は、 キラキラランチをいただきます。小さな部屋のまん丸い窓に反射している旧ネオン街。凛とした黒猫を取り囲むように徐々に獣が集い始めた。真っ昼間のマンション吹き抜けの一番上の方からチューを踊り舞うことができたら、どれほど気持ちがいいのだろう、と、あなたが半分本気で投げかけた疑問を、 未熟な私は全部本気で返そうと、ありったけの知識をかき集めてかき集めて。でも、それでもまだまだ穴だらけの脳内から、拙ない語彙を振り絞って答えてみようとする。が、微笑んでやめてみた。ら、あなたは当然のごとく私の手を引いて、いつの間にか日が暮れて、漆黒の源化した喧騒、現実、 の世界へと引きずり込もうとするの。触れ合った手のぬくもりにゆっくりと体を預けて。私の思考はとうの昔に死んでしまったのね。白混じりのあなたの髪をかき上げて、乱して。かと思いきや落ち着かせるように、優しく、ちょっと意地悪な顔で撫でてみるの。今宵は、 無意識の葛藤と欲望をたっぷりと混ぜ込んだ、柑橘の飾り添えの甘酸っぱいカクテルにして、あなたをまるっと綺麗に飲み干したいの。ありがとうございます。以上、高校沖縄県ずんやまずんこさんのパフォーマンスでした。ありがとうございました。それでは、ただいまよりジャッジメントを行ってまいります。 先行、花咲俊之さんがいいと思った方は、はい。高校、ずんやまずんこさんがいいと思った方は、家をタップ。または、クリックしてください。それでは、ジャッジメント、スタート。結果、出ました。先行、 花崎敏幸さん、21%。高校、ずんやまずんこさん、79%。よって、勝者は、ずんやまずんこさんとなりました。リスナーの皆様、投票ありがとうございました。これにて、A ブロック終了です。 次は B ブロックの対戦です。決勝戦 B ブロック選考は第3回予選大会からの決勝進出者沖縄県神運転映像さんとなります。それでは選考、神運転映像さんのパフォーマンススタート。円形の集団没。 中心に長い煙突一本。火葬場。たくさんの沈黙がこちらを見つめている。そんな神奇臭い顔で見るなよとは思うが、死人だから仕方ないか。私は心の中でだけ苦笑して、その死後硬直を一層深く味わう。棺は足早に灰色の街を通り抜ける。何時間かの経過。私は燃焼する。 この消えていく体に思いのほか愛着が薄いことに驚く。そりゃそうだ。ずっと嫌いだった。短い足も、かくばった顎も、親にいて潰れた鼻も、早く観念になってくれ。一切の情念が消えていく。消えていく。私は白く染まった。 遺書に書いた通り、墓には入らないつもりだ。学校だって、家だって、墓だって、私は閉じ込められるのが大嫌いだった。まさか、バイクで現世を飛び出ることができるとはちょっと驚きだったが。私だった過去は、仮想場の前で、停止。それから、本当に強い風が吹いた。 私の左腕だったものが、かつての右足が切り忘れていた爪が一遍に空に舞う。美しい眺めだった。私は空に舞いながら分離していく私の一つ一つを見ていた。それは銀色の花びらのようで、どこまでも私には誇らしかった。私は気流に乗ってどこまでも上昇した。私は成層圏に達した。見よう。 私を構成していた花弁は今や灰の嵐となって緑という緑を追いつくし、地球は三色に塗り分けられた。一点私は落下する。青と緑と灰の中へ落下していく。瞬く間にあの仮葬場へ私は降りてくる。仮葬場の端に、見慣れぬ生き物がいた。二本猿ザルだった。一組の二本猿ザルが一心不乱に交尾をしていた。 彼らの瞳はここではないどこかを見つめていた。私は彼らの交尾を少し羨ましく思った。ビッグバンは常に恋にならない衝動から生まれるのだから。猿たちは灰が降る中ずっと交わっている。火葬場の火はまだ燃え盛っている。私の欠けらはついに地面に到着した。確かなぬくもりを感じて。 えっと終了です。はい。以上、先行、沖縄県、神運転映像さんのパフォーマンスでした。ありがとうございました。ありがとうございました。B ブロック、高校は動画投票からの決勝進出者、熊本県、マキンチョさんです。それでは、高校、マキンチョさんのパフォーマンス、スタート 小さい頃から夢だった憧れの仕事。小さかった私が目を輝かせながらその人を見てよく言っていた。私もこんな風になりたい小さいながらそう思っていた思いはいつしか少しずつ大きくなり私も成長してきた。たくさん人と関わって、笑って、泣いて、怒って、悲しくなって。 心を育てていく私。成長するにつれて難しくなる勉強も一つずつ書いて、読んで、解いて、理解していくのに苦戦していた日々。少しずつ憧れたあの人のように夢に向かう自分に時々疲れてしまって、ふと周りを見渡しては、ああ、やっぱりいいな、可愛い,いなって思う私は、 また頑張ろうかなって思えている。心も体も大人になり始めてくると、夢だけど生きていけないって言われて、否定されたことも増えてきた。悔しくて、情けなくて。またいっぱい頑張って、努力して夢に進んでいく私に、優しく声をかけてくれる父と母。何をしても、すごいね。あなたらしいね。無理しすぎないように。 頑張れと励ましてくれる言葉が胸に染み込むように入ってきて嬉しくなる。親だから言われたと思っていたその言葉に、だんだんと私を見てくれる友人や恋人も優しく見守りながら励ましの言葉をくれていた。嬉しくて時々涙が出る。その涙は辛い時の冷たいものでなくすごく優しくて温かい涙。 たくさん努力しても失敗しても前に進んで挑戦し続けることで私もあの人のように夢の仕事へと向かっていける今憧れてた仕事につけた最初は嬉しくて嬉しくて毎日楽しくてたくさん笑ったりした時々辛くて涙を流しては毎日を振り返ると仕事を嫌になることもあるけどあの人のようになりたくて小さい頃の私は たくさんのことを頑張ろうと、ここまで一生懸命勉強などもしてきたんだよね。大好きな仕事で、小さな、昔の私の頃のような、子供たちに囲まれながら、毎日たくさん笑って、この仕事に私は、すごく誇りを持っている。どこにいても、仕事をしていても、私は、あの子たちの笑顔を守る、先生です。ありがとうございました。 以上、高校、熊本県、マキンチョさんのパフォーマンスでした。ありがとうございました。それでは、ただいまより、ジャッジメントを行ってまいります。先行、紙運転、映像さんがいいと思った方は、はい。高校、マキンチョさんがいいと思った方は、いいえをタップ、またはクリックしてください。 それでは、ジャッジメント、スタートです。結果、寝ました。先行、紙運転映像さん、47%。後行、マキンチョさん、53%。よって、勝者はマキンチョさんとなりました。 リスナーの皆様、投票ありがとうございました。これにて、A ブロック、B ブロック、終了となりました。それでは、ただいまより、ポイトリースラムジャパンキャスポス大会、決勝戦、始めてまいります。決勝戦は、先行 A ブロック勝者、 ずんやまずんこさん。高校 B ブロック勝者、マキンチョさんとなります。それでは、先行、ずんやまずんこさんのパフォーマンス、スタート日常に映る明晰夢。これは夢です。学生という夢であり、私という人間の見た夢です。ある日、ある年、ある世界。 無造作に散らかる部屋の中、カラカラと空っぽになったガラクタたちが、昨晩までの白黒のシナリオが、僕の目に、まだうっすらと映っている。夕焼け、水面に挟まれた雲が赤く燃えながら、夕方5時を知らせる。日記、昨晩のイライラをコーヒーに溶かして、なんとなくミルクと砂糖を両方入れて、甘ったるくしすぎたものを、 今日の朝ごはんと一緒に一気に飲み干す。奇妙に懐かしい暖かさが喉元を、声を、さらうように流れていくのがわかる。そんなに僕のことを食べたいの食べ方を悩んでいるほら、お口をパックリ開けてみて。好きな部位を吟味して、そのままの風味を感じ、時には甘い味付けで、 パクパク。僕を食べてみてよ。痛い痛くないよ。怖い怖くないよ。ほら、あははは窓の外で大きく口を開いている、褐色に薄汚れた空に混じって、僕の個体は鮮やかなコーラルの口紅を握り、端から端まで一つずつ丁寧に塗りつぶしていく。 綺麗に濡れた。ガランドになった僕の脳内、肉体、心臓に無意識に重厚を向けて、言葉たちは僕を優しくなだめてくれる。圧倒的な解放感に包まれた僕の視界に映るのは幸福という生暖かさ。今日のニュースの時間です。ここ数日、10代から20代の若者の間では、 イライラや嫌なことを全部まとめてコーヒーに溶かし、ミルクや砂糖で甘ったるくしてまるっと飲み干す、吹き溜まりの飲み切り弦が、ゆ、て、す。電波を受信できません。けたたましいアラーム、食べかけのパンケーキ、か,えかけかえた窓ガラス、昼と変わらぬ街の喧騒日に焼けでドロドロに溶けた夏の風景が、 果てしなく続く。青黒に染まりながら、夜7時を知らせる。これは夢です。学生という夢であり、私という人間の見た夢です。夢だと思います。そうです。きっと、夢です。以上です。以上、先行、ずんやまずんこさんのパフォーマンスでした。ありがとうございました。 さて、続きまして、高校、マキンチョさんです。それでは、高校、マキンチョさんのパフォーマンス、スタート決められた色に染まりたくない。いつからそんなことを思うようになったのだろう。決められた道、決められた生活、決められた社会、決められた自分。 一つずつに、だんだんと嫌気がさしてきて、捨てたくなってきた。何でもかんでも決められた世の中に行けなきゃいけない誰かに決められた人生が楽しい面白い僕はそうは思わない。決められたレールを踏んで歩いて、決められた道に進んで生きて、成長しても、何にもならないし、個性がなくなる。僕って、何がある って言われたときに、従うまま生きてきた僕に何が残るのだろうって思ったら何もないなーと感じたんだ。決められた道。そんなの嫌だね。僕にも夢があるんだよ。君にあるように、親にもあったように、やりたいことへの可能性を一つずつ。 進んで、試していきたいんだ。失敗したら、またやり直せばいい。できないこともあるけど、可能な限りは、何度でも、何度でも何度でも何度でも、前に進んでいけばいいんだよ。それが、僕の決めた道なら、胸張って、楽しんだらいいよ。 たくさん周りに迷惑かけたって、自分が毎日楽しくて仕方なくなるぐらい、胸張って生きたらいいさ。決められたレールに分かれ道を作るなら、存在するなら、僕は迷わず自分の決めた道に進んでいくよ。これからも、いつまでも、夢の向こうへ。 進んでいくよ。ありがとうございました。以上、高校、マキンチョさんのパフォーマンスでした。ありがとうございました。それでは、ただいまより、ジャッジメントを行ってまいります。先攻、ずんやまずんこさんがいいと思った方は、はい。 高校、マキンチョさんがいいと思った方は、いいえをタップ、またはクリックしてください。それでは、ジャッジメント、スタートです。結果、出ました。 専攻ずんやまずんこさん、58%。高校マキンチョさん、42%。よって、勝者、ずんやまずんこさんです。リスナーの皆様、投票ありがとうございます。<music> 優勝者は、沖縄県。 ずんやまずんこさんとなりましたおめでとうございます長きにわたる開催となりましたポエトリースラムジャパンキャスポス大会これにて閉会となりますポエトリースラムジャパンキャスポス大会は十三名の方のエントリーを得てその一歩を踏み出すことができました 予選にご出場となった皆様はもちろん各所での情報拡散、配信、動画の閲覧、配算における投票をくださいました。皆様をはじめ、ポエトリースラムジャパンキャスポス大会に関わってくださった全ての皆様、本当にありがとうございました。ポエトリースラムジャパンキャスポス大会、これにて全て終了となります。 MC は、モ山ヤ美冬でお送りいたしました。今後の全国大会、どうぞお楽しみに。ありがとうございました。